食料税について、ロシア語とは、1921年に出版されたレーニンの著作。1921年3月から始まった新経済政策を解説した。第一次世界大戦中から悪化していたロシアの食料事情は、10月革命後、さらに悪化した。全ロシア中央執行委員会は、1918年5月9日、 穀物ストックを隠匿し闘機の対象としている、農村ブルジョアジーとの闘争に関して、非常全権を食料人民委員に付与する布告を承認した。農民から余剰穀物を調発することを目的とするものだった。さらに6月11日の布告で各地に品農委員会が設置され、余剰穀物の調発と分配を担うことになった。ニンはこれを農村におけるプロレタリア革命の 開始と評価した。1919年1月には中央政府が必要とする農産物を各県に割り当てて挑発させる割り当て挑発が法制化された。余剰分だけでなく農民の生活に必要な分まで挑発される事態が生じた。農民は食料挑発に激しく抵抗した。余剰分を生産する意欲が失われ農業生産は低下した。 内戦が1920年に収束すると農業生産の回復が最優先課題となった。1920年12月の第8回ソビエト大会では SL 座派の決議案が挑発は農民の生産物の一部分に限定し残余は農民自身の消費のためかまたは消費共同組合の機構を通じて勤労農民の家計に必要な物品と交換するために 農民の手に残されるべきだとした。メンシェビキの決議案は農民は厳密に規定された国家的義務を遂行した後の全余剰を自由な商品交換か、または農民との協定による固定価格を基礎として処理する可能性を与えられなければならないとした。しかしボリシェビキはこれらの提案を拒否し、箸を国家的に強制することで、 農業生産を回復させようとした。もともと完遂できていなかった割当て挑発に加えて、発主用の種子も挑発することになり、すぐに破綻した。レーニンは1921年2月になって、ようやく方向転換し、同年3月の第10回党大会において、新経済政策を提案した。大会は決議、割当て挑発を現物税に変えることについてを採択した。 3月21日、全ロシア中央執行委員会はこれを受けて、割当挑発を現物税に変える布告を採択した。割当挑発より少ない額を現物税とすること、調税後の余剰農産物について、地方的取引の範囲内での自由な処分を認めることがその骨子だった。ただし、地方的取引という制限は数日後の別の布告によって解除された。 その後、新経済政策を解説するために、レーニンが執筆し発表した小冊子が食料税についてである。本書の概要は以下の通り、1918年に発行した小冊子で論じた通り、ロシアにはいろいろな社会イコール経済制度の諸要素がある。過不調的な、すなわち、著しい程度に、現物的な農民経済、小商品生産、 死刑的資本主義、国家資本主義、社会主義である。現在の主要な闘争は小商品、生産プラス死刑的資本主義と国家資本主義、または社会主義との間で展開されている。国家資本主義は我々の現在の経済よりも比較にならないほど高度なものである。そこには、祖辺と権力にとって恐ろしいものは何もない。 ソベト国家は労働者と貧能の権力が確保されている国家だからである。国家資本主義の最も具体的な例はドイツである。ドイツには現代の大資本主義的技術とユンカー的イコールブルジョア的な帝国主義に従属する計画的組織との最後の言葉がある。軍事的、ユンカー的、ブルジョア的な 帝国主義的な国家の代わりに、ソベト国家すなわち、プロレタリア国家を置いてみたまえ。そうすると、社会主義が与える、諸条件の総和が得られるであろう。社会主義は、現代科学の最新の成果に基づいて築かれた、大資本主義的技術なしには、物資の生産と分配にあたって、数千万の人々に、単一の基準を厳守させる、計画的な国家組織なしには、ありえない。 ドイツで革命が起こるのが遅れる限り、我々の任務は、ドイツ人の国家資本主義を学ぶこと、全力を挙げて、これを見習うことであり、野蛮と戦うには、野蛮な手段をもためらわないで、野蛮なロシアが、このように、西欧文化を見習うのを促進するために、独裁的なやり方を辞さないことである。食料税は極度の窮乏と荒廃と戦争によって、余儀なくされた、独特の、 戦時共産主義から正しい社会主義的な生産物交換へ移行する形態の一つである。戦時共産主義とは我々が農民から余剰全部を、また時としては余剰どころか農民にとって必要な食料の一部分までも事実上を取り上げたこと、軍隊と労働者給与の費用を賄うために取り上げたことである。それは一時的な方策であった。 小農民的な国で自分の独裁を実現しているプロレタリアートの正しい政策は穀物と農民の必要とする工業製品との交換である。食料税はそうした政策への過度である。我々は今、なお、ひどく冷落しており、戦争の重圧によってひどく抑えつけられているために我々に必要な穀物全部と引き換えに農民に工業製品を与えることはできない。 それを知っているので必要な最少量の穀物を税として取り残りを工業製品と交換しようというのである。これから生じるのはある程度の自由な商業に基づくショーブルジョアジーと資本主義との復活である。この資本主義の発展を国家資本主義の軌道に向け近い将来社会主義へ転嫁するのを保障する正しい方法を発見しなければならない。国家資本主義は ショーブルジョア的な生産に比べて一歩前進である。利権事業は、プロレタリア国家権力が、少所有者的な自然発生性に対抗して、国家資本主義と結ぶ契約であり、ブロックであり、同盟である。共同組合も、国家資本主義の一種である。共同組合的資本主義は、死経営的資本主義とは違って、ソベト権力の下では、国家資本主義の一変種であり、 またそのようなものとして、それは、現在のところ、我々にとって有利であり有益である。我々は、今なお、資本主義は悪であり、社会主義は善であるという議論にしばしば迷っている。だが、この議論は、正しくない。というのは、それは現存の社会主義経済制度の相対を忘れ、そのうちの二つだけを取り出しているからである。資本主義は、社会主義に対しては悪である。 資本主義は中世に対しては小規模生産に対しては小生産者の分散状態と結びついた官僚主義に対しては善である。1921年春の時点では現物税を支払った後に残る農産物については共同組合を通じて工業製品と交換することが目指されていた。例人はそうすることによって自由な商業を 国家資本主義の枠組みに取り込んでいくことを想定していた。しかし実際には大量発生した私的商人による売買が圧倒的に優勢となった。国家資本主義からさらに後退することが必要となった。この春には我々は国家資本主義に復帰することを恐れないと言い商品交換を組織することこそ我々の任務であると言った。 国家全体にわたって多少とも社会主義的なやり方で工業製品と農産物を交換し、この商品交換によって社会主義的組織の唯一の基礎である大工業を復興することを予想していたのである。ところでどういうことが起こったか。起こったのは商品交換が崩れてしまったことである。商品交換が売買の形を取ったという意味で、それは 崩れてしまったのである。交代がまだ不十分であったこと、その上に交退する必要があること、さらに交退して国家資本主義から売買の国家的規制と貨幣流通へ移行する必要があることを我々は認めなければならない。商品交換は物にならなかった。私的市場は我々より強力であって商品交換が生まれる代わりに普通の売買、商業が生まれたのである。 戦時共産主義の政策だけでなく国家資本主義を通じた社会主義への移行という1918年春の構想も放棄し自由な商業を認めた上でその国家的規制を行うことが課題となった。1921年は前年に引き続いて干ばつが起こり新経済政策は効果を上げなかった。農業生産は 革命以後最悪の水準にまで落ち込み、大基金が発生した。しかし1922年になって、ようやく方策に恵まれ、農業生産は回復へと向かった。レーニンは1922年11月から12月にかけて開かれたコミンテルン第4回大会で一家のように、新経済政策の成功を誇った。農民は一年の間に飢金を片付けたばかりでなく、 我々が今ではもう数億プードを手に入れたほど多量の食料税をも納め、しかもそれにはほとんど何の強制手段も行使しなかったのである。以前、1921年まで、いわばロシアの一般現象であった農民暴動はほとんど全くなくなった。農民は現状に満足している。レーニンは商業の自由を資本主義の自由と同一視し、危険視した。 そのため農産物の取引を国家資本主義へ誘導しようとした。国家資本主義は社会主義の一歩手前の段階とみなせるものだった。渡辺博氏は商業の自由を資本主義の自由と同一視する考え方を例人がロシアにおける資本主義の発展で提示して以降ずっと維持している市場の理論の結果だと指摘した。この理論は商品経済が発展すると 商品所有者が資本家と労働者へと両極分解して資本主義経済へと転化すると考える。しかし資本主義経済はそのように成立するものではなく原始的蓄積による労働力商品化の過程を必要とする。また、レーニンが国家資本主義を社会主義の一歩手前の段階として評価したのは資本主義の基本的矛盾をエンゲルスに習って 生産の社会的性格と領有の私的性格の矛盾として捉え、ドイツにおける国家資本主義の進展を生産の社会化の進展として評価したことによる。大内からはこの点を指摘した上で、エンゲルスレーニン説に疑問を呈し、生産手段の国有化によってこの基本的矛盾を解消しても労働者の解放がもたらされるとは限らないことを指摘した。ありがとうございます。